こそお越しくださいました。さあこちらから2と一緒に運動場へ向かいます。2頭とも非常におてんばな性格でして、なかなか私たちスタッフの言うことを聞いてくれないこともたくさんあるんですけれども、もうとにかく元気いっぱいですので、そんな可愛らしい元気な姿、今日もたくさんのお客様にご覧いただければと思います。はい、私の後をついてきてくれているのが妹の桃浜です。桃浜、どうやら今朝はお腹が空いているようで、早くミルクちょうだいよと、この後のミルクを心待ちにしている状態です。残念ながらまだ私持っておりませんので、もうちょっと待ってくださいね。そして運動場端の方で何やら探検をしておりますのがお姉さんの桜浜です。桜浜、非常にマイペースな性格でして、妹以上に手がかかります。よいしょ、はい、恋しているところもありますので、今もちょっと抱き上げることができましたが、ただ2頭とも非常に体重があります。今朝の体重、すでにあちらのボードに掲げられてますけれども、もう26キロに迫るところでして、かなり重たくなりました。小さい頃は私たちスタッフ、よく抱っこして皆様の前に連れてきたりなどしましたが、今はとても抱き上げることが難しいですので、こうして子供たちには自分で元気に歩いてもらっています。はい、はい、それではこちらの涼しい木陰でミルクを与えようかと思います。近づけて作られたものでして、粉ミルクをお湯で溶いております。粉ミルク、今日2頭にこうして用意してますが、量が全く違います。本当の桃浜、ご覧の通り非常にお腹が空いてますし、用意されている量もかなり多いです。はい、もう待ちわびてますので、早速お乳瓶を渡せようかと思いますが、まずはちょっと私から一旦離れてもらいましょう。はい、それでは早速皆様の前で飲む姿をご覧いただこうかと思います。あっという間に飲み干してしまうかと思いますので、どうぞ皆様ご覧ください。桜浜と桃浜、なぜ用意した量が違うのかと言いますと、実はこのミルク、そもそもお母さんパンダからもらうお乳で足りないのを補う役割なんです。今朝早い時間にお母さんからお乳をもらった桜浜、今お腹はそほど空いておりません。お乳で足りなかった分をそして哺乳瓶で少し与えました。この人工のパンダミルクを少し多めに用意したというところです。そしてミルクの後には、2頭が最近よく食べますこちらのリンゴも与えます。ゆっくりゆっくりですが、ちゃんと噛んで飲み込むことができるようになってきました。まだ固形物として食べることができるのはこのリンゴぐらいです。大人のパンダのようにタケルを食べるようになるのは1歳を過ぎてからになりますので、まだもう少しかかります。その前に離乳食としまして、こうしてリンゴを与えるようにしているんです。上手に前足でリンゴを持って食べている姿もぜひご覧になってください。ご質問にもここからはお答えいたしますので、何かございましたらどうぞ大きく手を挙げてお知らせください。はい、早速ありがとうございます。今現在お母さんは2頭をちゃんと認識していますかというご質問いただきました。実は赤ちゃんが小さなうちから私たちスタッフ、お母さんパンダに2頭を同時に預けるということを試みまして、練習を重ねました。お母さんパンダの良浜、今回で4回目の出産子育てなんですけれども、過去に3回双子を産み、そして育てております。その経験がありますので、私たちスタッフ、良浜の子育て能力、母性本能を信じまして練習をしました。すると子どもたちの成長に従って、子どもたちが成長するに従ってお母さんの子育てにも余裕が出てきたのか、落ち着いて子ども2頭を同時に面倒を見られるようになったんです。今ではこの広い外の運動場に親子3頭で開放してもしっかり落ち着いて過ごせるようになっております。今月初めからこの外の運動場に親子3頭で出られるようになりまして、この後も実はお母さん方ここにやってきます。親子3頭になったところも大変微笑ましいですので、ぜひ。さて、他に何か知りたいこと、気になることはございませんでしょうか？はい、ありがとうございます。はい、この桜浜、桃浜、お母さんからの卒業、さほど遠くありません。野生のパンダたちも1歳から1歳半、長くて2歳ぐらいまで一緒に過ごすようですが、私たちスタッフ、良浜の体調や疲れなども考慮しまして、親子の離れる時期を決めます。もしかすると2頭、1歳になる前に親子離れ離れになる時が来るかもしれません。本来は1頭しか育てられないジャイアントパンダのお母さんですが、良浜には頑張って2頭の面倒をしっかり見てもらいました。十分頑張りましたので、少し早めに子供から離れ体を休めてほしいなという気持ちもあります。また同時に2頭の成長、非常に順調でして、これまでのお兄さんお姉さんたちよりも速いスピードで大きくなっているぐらいです。この2頭の成長を見ていても、そろそろお母さんから話してもなんとかやっていけるかな、そんな期待もありますので、まだ正式にいつ親子が離れるか決まっておりませんが、年内には分かる。さあ、他に何かあればお答えいたしますが、何かございますでしょうか？はい、上の方へ登りますと、2階観覧場から大変お近くでご覧いただけます。2階観覧場へはブリーディングセンターのちょうど反対側に観覧がございますので、よろしければご利用ください。やっぱりあのお母さんパンダが食べる新鮮な竹やおやつのリンゴやニンジン、動物用のビスケットを準備しております。お互い運動場へお進みいただきますと、桜浜と桃浜のお父さんパンダ、永明もご覧いただきます。お父さんパンダ永明はブリーディングセンターお願いに登場してご覧いただけます。それでもそうやなかった。あの時気増えた。お姿ご覧いただけます。1頭は高い台の上で過ごしておりますが、2階観覧場へお進みいただきますと、この台の上の赤ちゃん、大変お近くでご覧いただけます。2階観覧場へは、ブリーディングセンター、現在は桜浜と桃浜で4回目の子育てを頑張っております。良品が今までに売り子育てしてきました子どもたちは、この電車はちょっと寒すぎてご覧いただきます。双子たちは現在5歳の双子、彩浜と陽浜、そして3歳の雌の優浜がご覧いただきます。 アドベンチャーワールドでは現在7頭のライオンとサンゴが暮らしております。こちらのビーズルフィシャーに4頭、県内のこのビーズを発見しました。じゃあお尻から入って最初はあまり高いので怖すぎてお礼の。めっちゃ可愛い。一人でブランコ乗る。 これがあるから可愛い。日やパンダの赤ちゃんの体重を再現したぬいぐるみ、とても強化パンダのイメージで胸などもお持ちしております。どうぞ興味ある方はこちらもご覧くださいませ。それではパンダレクチャータイムを始めたいと思います。さあ、ただいま外の運動場に5歳が出てきましたので、ちゃんと全部のパンダをご覧いただける形となっております。アドベンチャーワールドには全部で7頭のジャイアントパンダがいるんです。そのうちの3頭がこちらにおりまして、残りの4頭は一体どこにいるのかといいますと、もう一つの施設、ブリーディングセンターで暮らしています。お父さんパンダの永明、お母さんパンダのライミ、そして昨年12月2日に登場いたしました赤ちゃんパンダを皆様に目の前におりますジャイアントパンダですが、実は大変貴重な動物なんです。絶滅の恐れのある動物です。このジャイアントパンダ、野生では中国にしか生息をしておりません。中国といいましても標高 1500m から 3000m という非常に標高の高い高山地帯の竹林のみ生息しておりまして、ですので野生でのその数は約1800頭、そして世界中動物園で飼育されているパンダたち約390頭、野生飼育下合わせましても2000頭を超えるくらいの本当に少ない数しか存在していない動物なんです。絶滅が危ぶまれている動物でして、中国では国家一級保護動物として国宝として約保護されているんです。そしてワシントン条約絶滅危惧種にも指定されております。非常に繁殖研究保護の必要な動物なんです。さあ、こんなジャイアントパンダアドベンチャーワールドには全部で7頭暮らしているとご紹介いたしました。たった3か所でしかジャイアントパンダをご覧いただけないという非常に珍しい動物なんです。さあ、そんなジャイアントパンダですが、実は大昔、実は肉食動物でした。動物以前から存在している、古くから生きている動物です。パンダたち大昔は肉食動物だったとお話ししてきましたけれども、実は氷河期が来てパンダたち食べるものがなくなってしまいました。氷河期によって絶滅した動物が多くいます。食べるものがなくなり、動物なども絶滅したことが有名だと思いますが、パンダたち生き延びるためにどういう計画をしたのかといいますと、なんと主食を竹に切り替えるという計画をしたわけなんです。また、たくさん食べるだけでも自分の好きなものを楽しむことにしかありません。まだダメなんですね。向こうからね。でもここだってあれやね。倒れてあれだからね。落ちるのかなね。